ホンダ NC750X に乗ってきました。NC シリーズ結構ね人気があるみたいで、長くねこうモデルチェンジデザインチェンジしながらずっと来てまして、その後なんだ NT っていうのも出たのかな、出たんですかね、それが後継になるのかどうかちょっとあれなんですけど、まあ、NC シリーズずっとありまして、でこの2021年モデルが、まあ、ライト周りもね結構こうシュッとなって、なんかこうかっこいいデザインになりましたよね。まあ、正直あんまりこの NC シリーズはあんまり興味がなかったので詳しくもないし、まあ、乗るっていう機会もなかったんですけれども、まあ、今回ねデザインがすごいかっこよくなったじゃないですか、このライトの感じが。それで少しあれって気がついて、あそういえば結構人気もあったマシンだったなと思って、ちょっと今回レンタルをしてみました。で今回のレンタルは2時間ちょっとです。高速道路と市街地でちょっとしたワインディング、まあ本格的なワインディングじゃないですよ、山は行ってないのでですけど、行ってまあ一通り走ってきたインプレッションになります。まあなんだろう、まあツアラーっていうイメージですよね。まあ結局、まあ、そういうコンセプトのバイクだと思ってます。でこれすごいですよね、あのタンクの部分、まあ、通常タンクがある部分に結構大きなポケットがあって、ヘルメットもね入っちゃうんですよね。まあただねヘルメットもまあ形にもよるし、例えばそのインカムとか横について出っ張っちゃってるとちょっと入んない時もあるかもしれないです。で今回は、新井の VZ ラムにインカムはついてたんですけど、インカムを外して、あのベースはついてるんですよ、ベースはついてるんですけど本体を外したら入りました。だから便利ですよね、のねヘルメット入ったらすごい楽じゃないですか。であとじゃあタンクのところに、じゃあそこがポケットになってるってことは燃料はどこに入れるんだっていうと、これがね後ろなんですよ、このリアシートを開けると燃料タンクのキャップが出てきます。ここから入れる感じになってます。だからこの重量配分がちょっと特殊ですよね、きっと。で乗った感じもなんかね、なん不思議なんですよ、すごく不思議な感覚の走行フィーリングで、今までにない感覚です。だからそれはこの燃料タンクの位置とか、あとまあエンジン自体もかなり前傾してます。あの並列2気筒なんですけど、かなり傾けて重心を低くしてあるんですよ。最初あれ V 型かなと思ったら V 型ではないんですよね、並列2気筒をちょっと傾けて置いているので、まあなんだろう、すごく安定感はありました。でだ安定感はあるんだけど、なんか不思議な、今までちょっとね乗ったことのない走行フィーリングだったんですよ。だから NC 乗る人ってずっと NC じゃないですか。だからこれね多分ねこの走行フィーリングはこれにしか多分ないんだと思うんですよ。今までね乗った感覚ない、フィーリングなんですね。安定感がめちゃめちゃありますこれ。ただ BMW の R90 とかのボクサーエンジンの安定感ともちょっと違うんですよ。で安定してて、高速道路はねすごい安定してた、びっくりした。やっぱこれツアラーだなと思いました。これ乗った日はねすごく台風も近づいてきてて、橋の上とかすっごい風だったんですよ、ものすごい風だったんですよ。だけどびくともしない、すごいびくともしないで、しっかり直進安定性がドーンとあって、そこはねすごいなって思いました。でまあ早くね走るとかパワーを求める、まあ、タイプのマシンではないんですけど、まあトルクもねしっかりあって十分すぎるぐらいありました。もうね高速道路でももうストレス全然ない、もう十分、もうリッターとかいらないなって思うぐらい。まあ 750cc ってやっぱりね日本の国土にやっぱ合ってるんでしょうね。だからもともと 750cc までしか多分なかったんですよね。ちょうどいいもんだって、パワーがもう十分だし、
まあ、ありすぎてもこう持て余すでしょ。だけどこれはちょうどいいですよ。でライディングモードも3つあって、まあ、ユーザー登録のも含めると4つありますけど、まあ、普通にレインとスタンダードとスポーツとあって、まあ、主にスポーツで乗ってたんですけど、アクセルレスポンスもいいですし、開ければクッとこうね、もう後ろのタイヤが蹴り出すような感じの感覚のトルクがガツッときて前にずーっと伸びていくんで面白いですよ、すごく。あの過不足ない、全然もうストレスなくビューンと行くので、まああのこの間乗ったねハヤブサみたいにキュイーンって突き抜けていくような伸びはもちろんないんだけど、でもまああれはねハヤブサだし、もう1300以上のねあのリッターのエンジンとはもちろん違うわけだから、そこまでは求めてないですけど、もうすごいあの気持ちいいぐらい伸びてきます。でサスペンションも、うん、やっぱり高速クルーザーのセッティングっぽいですね。高速道路の轍はもうトントントンぐらいでもうしっかりいなしてくれます。で市街地のねちょっと深いな轍っていうのかな、そこに入った時にズゴってちょっとなる、だからちょっと固めにセッティングしてあるのかもしれないですね。まあでも普通に市街地でそんな困るほどドンつきとか、なんだろう、上下ドンってくることはまあなかったです。で市街地の乗り心地っていうのが、まあシートもそんな高くないので足つきもまあ悪くはないです。800かな、シート高は全然扱いやすいし、アップハンドルなんで安定してます。で低速トルクももちろん十分あるので全然困ることはなかったです。ただちょっとハンドルがね、ちょっとこれね不思議なんだよな、重い感じっていうか、フロント周りは軽いんだけど鈍いっていうのかな、ちょっとねかったるいっていうのかな、なんて言ったらいいんだろうな、不思議な感じなんですよ。であの結論としては、街中の低速走行はハンドルの動きがちょっと鈍くてちょっと扱いにくかった、そこはちょっと扱いにくいなと思いました。あのスピード出しちゃえば全然問題ないんですよ、全く問題ないけど、低速でこれなんだろう、まあ、取り回しは難しいほどではない、全然慣れればすぐ大丈夫だと思うんだけど、ちょっとね重い感じ、こう左右にこうもっと軽く動いてくれればいいなと思うんだけど、そういう動きはちょっと重く感じましたね。でコーナリングはちょっと慣れないとスムースにいかないかな、難しくはないんだけどスムースにこう、まあ、切り替えしたりとかっていうのは慣れないとスパスパッとはいかない感じです。なんかね重心が低くしてある割には切り返しがスパッスパッといかないんですよ。なんかちょっと、まあ、もたつくもっさりしたステアリングです。まあでもこういうタイプだから、まあ、もっさりしててもしょうがないとは思うんですけど、もうちょっとこうなんだろうな、軽快になったらいいなとも思うし、慣れてくれば軽快に行くのかもしれないです。あのスピードが乗ってくると割と軽快にパターンパターンって行くんですよ。まあでもパターンでもないな、なんて言ったらいいんだろうな、ゆっくり倒してで曲がらないわけじゃないですよ、曲がるんですよ。でハンドルからスッと入ってくるよりはタンクで反対側外側のタンクを押してあげるとスッと入っていくぐらいの感じ、ゆるーく入っていく感じかな。それで入っちゃえばもう綺麗に曲がるんですけど、そのきっかけがちょっと人アクションいる感じがしました。でもこれはもしかしたら慣れてないからかもしれない。だそのもっさり感があるのでちょっと自分としては好みのマシンではなかったです。ただ旅するバイクとしてはすごいいいと思った。もうとにかくあのタンクのね、通常のタンクのところにあの入る大容量のポケットがあるし、とにかく直進安定性の素晴らしさはすごかった。それでいてあの直進安定性をもってして軽快さもあるっていうところがすごいなと思いました。でね、このライト周りもかっこいいんで、まあこれ NC 買った人はまあずっともしかしたら、この乗り味はねこれしかないんじゃないかなと思います。これが好きな人はもうずっとこれかもしれない。ブレーキはねあのフロントシングルなんですけど、
まあ、思ったよりは効いてますね。はじめまあこの車体なんで、いやシングルじゃ止まんないんじゃないのかなと思ったんですけど、まあ十分な制動力はあります。ただ強力にはやっぱり効かないので、まあリアとの併用をした方がいいかもしれない。でやっぱりこのマシンは圧倒的に高速域の方が軽快にやっぱり走りますね。まあこの大容量のポケットがあるんで、コンビニ普通に行ったりするのにもすごく便利だと思う。もう買い物とかね、だってスーパー行って大きいねレタスとかキャベツ丸ごと多分入るもん。スイカとかも入るかもしれないから、すごく便利だなとは思いました。でまあ長く走るロングツーリングは本当疲れないと思います。これはね面白いバイクだなと思いました。ただロングツーリングで他のバイクと比べた時に、例えばスズキの、V ストロームの650、あっちの方がもうちょっと軽快でスポーティーに走れるかな。だからただ、SV650 よりは NC、 こっちの NC の方が直進安定性はありますね。あと風の抵抗っていうか暴風の感じも NC の方がしっかり体を守ってくれるかなっていう感じはしました。おそらくですけど、その燃料タンクの位置とか、その前傾させて低くシリンダーヘッドを持ってったこの車重バランスっていうのが他にないので、それでこの乗り味が違う、他にはない乗り味になってるんじゃないかなと思います。本当ね、この感覚は不思議な感覚なんですよね。下に重心があるからすごく安定してて、じゃあ上は軽い感じなんだろうなと思うんだけど、まあ実際軽いはずなんだけど、でもハンドリングはクイックではないんですよ。そこがちょっとね違うんだよな。下が安定したらもうちょっと R90 とかだったらもうちょっとクイックなんですけど、これはそこまでクイックじゃなかったし、直進安定性もボクサーエンジンの安定性とは違う安定感なんですよ。下がどっしりしてるなっていう感覚があって、ピタッとこうつく感じの安定感ではない。まあボクサーは特別なんですけど、だからいろんな要素をうまく上手にバランスさせてる感じのバイクですね。だからどうしてもこう突出したところがあんまりないのかもしれないです。だからオールマイティに逆に言うと乗れるオートバイじゃないかなと思います。だから街乗りも乗れるし、積載性もいいで、ロングツーリングもそうやって直進安定性があるから疲れにくいし、防風効果もねすごくしっかりあって、ポジションも楽というところで言うと、まあいいとこ取りのバイクなのかもしれないし、逆を言うとキャラクターがあまりはっきりしていないオートバイっていうことにもなるかもしれないです。まあこれ好きな人は本当ずっと乗ると思う。まあ、自分はちょっとね好みと外れちゃうんで、まあ、そこはしょうがないですよね。料理でもね好きな料理違いますよね。濃い味付けが好きとか辛い方が好きだとか、そういうことと一緒だし、映画でアクションが好き、恋愛ものが好き、ミステリーが好きなどと一緒で、そこの好きな人にハマったらもうこれしかないんじゃないかなっていう、そういうオートバイでした。